オーロラは1935年7月27日に寄港、気候、1936年8月20日浸水、1937年11月12日、巡航した。本国艦隊所属。第二次世界大戦勃発時は、第18巡洋艦船隊に所属していた。1939年11月、第2巡洋艦船隊に転属する。 1940年4月からは、ノルウェーの戦いに参加。5月7日、空襲で損傷した。7月、ハンバー部隊に加わる。9月には、ノア・カンクに移り、11月には、本国艦隊に戻った。1941年6月3日、デンマーク海峡で、軽巡洋艦ケニアと共に、ドイツの補給船ベルチェンを沈めた。8月には、 スピッツベルゲン島に対する襲撃に参加。9月7日には、軽巡洋艦ナイジェリアと共にマーゲロイ島と、ノールキン岬の間で2隻の輸送船と護衛である、砲術練習艦ブレムゼなどからなる船団を攻撃し、ブレムゼを撃沈するが、輸送船は取り逃した。10月12日、オーロラは、軽巡洋艦、ペネロピと共にスカパフローを出港し、途中ジブラルタルで、 駆逐艦ラムス、ライブリーと合流し、10月21日にマルタに到着した。この4隻は、軽部隊としてオマルタを拠点に、敵戦団攻撃を行った。10月25日に、軽部隊は、北アフリカへの兵員輸送中であった、イタリア駆逐艦攻撃に出撃したが、それを発見することはできなかった。11月8日、軽部隊は今度は、 敵船団の攻撃に出撃した。その船団は7隻の船からなる、ベータ船団で6隻の駆逐艦によって護衛されていた。軽部隊は11月9日にこの船団を攻撃し、船団の船すべてと護衛の駆逐艦フルミーネを沈めた。11月23日夜、軽部隊は再び敵船団の攻撃に出撃した。この時イタリアは、複数の船舶を単独。 または2隻の船団で送り出しており、軽部隊はその中でも重要な船団を攻撃するよう指示されていた。それは2隻のドイツ船マリッツァとプローチダからなっており、イタリアの水雷艇ルポとカシオペアによって護衛されていた。軽部隊は24日に目標の船団を捕捉し、護衛の水雷艇を追い払った後船団の船を2隻とも沈めた。戦闘後、 軽部隊は25日朝にマルタに戻った。11月29日には B 部隊がアレクサンドリアからマルタに到着した。11月30日、4隻の巡洋艦トランスを除く3隻の駆逐艦は敵戦団の攻撃に出撃した。偵察機から駆逐艦に護衛された船の情報が入ると部隊を率いるローリングス少将は軽部隊をそこへ向かわせた。 12月1日未明、軽部隊は、イタリアの武装商船途中アドリアティコを発見。アドリアティコは、オーロラとライブリーによって沈められた。マルタイ戻る途中で、軽部隊は、駆逐艦に護衛されたタンカーの情報を受け取り、その攻撃に向かった。そして、イタリア駆逐艦、アルビセダ・モストと、すでに航空攻撃で大損害を受けていたタンカー、マントバーニを沈めた。 12月13日からイタリアは補給物資を積んだ戦団を北アフリカへ送る M41 作戦を開始した。それを攻撃しようと、12月13日にアレクサンドリアから艦隊が出撃し、マルタの B 部隊と K 部隊も14日から15日の夜に出撃するよう命令が下った。だが、敵が引き返したため出撃は取りやめとなった。 12月15日に補給物資を積んだブレコンシャーが、アレクサンドリアからマルタへ向け出発し、護衛のための艦隊も出撃した。マルタからも軽部隊などが出撃した。アレクサンドリアからの部隊と軽部隊は12月17日に合流した。この時、イタリアも中止された M41 作戦に代わる M42 作戦を実行中であり、 戦団護衛のため出撃中であったイタリア艦隊とイギリス艦隊との間で第一次シルテワン海戦が発生した。海戦後警部隊はブレコンシャーを護衛して12月18日にマルタに戻ったが北アフリカへ向かったイタリア戦団の内トリポリへ向かった3隻は掃海作業が終わるまで郊外で待機していたためこれを攻撃するためその日のうちには軽巡洋艦 ペネロピ、オーロラ、ネプチューン、駆逐艦カンダハー、ランス、ライブリー、ハボックは、マルタから出撃した。12月19日3時に、トリポリ沖に到着したが、そこで、オーロラ、ネプチューン、ペネロピ、カンダハーが植来し、ネプチューンと、カンダハーは沈没した。オーロラはマルタでの応急修理後、イギリスに戻って、修理を受けた。 1942年10月、マルタへの航空機輸送作戦の一つ、トレイン作戦に参加。続いて、統治作戦に参加し、オラン沖で、フランス駆逐艦と交戦した。11月8日には、オランから出撃してきた駆逐艦、トラモンターヌ、トルナード、デュフォンと交戦し、トラモンターヌとトルナードに大損害を与え、デュフォンも損傷させた。 トラモンターヌは座礁し、トルナードは岸に漂着して格座した。翌日、駆逐艦、キュフォンとエペルビエが出港し、逃走を試みたが、オーロラは、軽巡洋艦ジャマイカと共に、これを攻撃し、エペルビエを撃破した。エペルビエは座礁した。12月からは、旧部隊に属し、12月2日には、ボンミサキ沖での敵船団攻撃に参加。1943年は、 ハスキー作戦やスラップスティック作戦などに参加し、それから英華界で活動。10月30日爆撃により損傷。修理完了後はドラグーン作戦やギリシャでの作戦に参加した。1948年に中華民国に売却された重慶時代のオーロラ。オーロラは1948年5月19日に引き渡され、 重慶と命名、日中戦争で、主力艦を多数失った中華民国海軍の機関となった。1949年1月25日艦長と長小以下174名は、上海五小口にて、他の艦船とともに、中国共産党に投降、中国人民解放軍海軍席で、黄河と解明されて収益した。その後3月4日に、 コロ島に移動したが、連日に渡った国府軍の爆撃により、命中弾多数を受け、3月20日1時にコロ島港内で自陳した。1951年に北京と改名され、1952年に扶養されたが、ソ連の専門家に修復の価値なしとされたため、1954年に除籍軍を離れた後はサルベージ船、ハルク。 宿泊船として使用され、1980年代から1990年代頃に解体された。ありがとうございます。